いただきありがとうございました。で、明日の試合、ボリビア戦に向けてですが、去年の試合も、勝利を目指して、戦うということに、変わりはないというふうに思っております。特に、ホーム、日本での戦いということで、直近の試合、コロンビアに、敗れてしまい、そして、ここでのボリビアスタジアムで、の試合になります。選手たちもスタッフも、含めてチーム一丸となって、最善に準備して、明日の、ボリビア戦に向けて、この短期間での準備期間でしたが、その中でベストなものを、出して、戦えればなというふうに思っています。そして我々を応援してくださる、方々に、喜んでいただける、内容と結果を届けていただけるというふうに思います。そうですね、まずは1点目の明日のメンバーの、選考スタメンのことですけど、本当にできれば、招集した選手を、使ってあげたいという思いが持っています。残念ながらそれは、スタメンは、試合に合わせて22人しか使われないですし、総合者としても、思いを気持って、選手を選びたいと思います。基本的には、総合で、戦うつもりですけど、これは基本的ということと、あと、予定ということで、皆さんにはお伝えさせていただきます。なぜかというと、練習を見て、そこでやはり、疲労があったり、あるいはパフォーマンスで、明日の試合は、ちょっと難しいなと思われる選手に関しては、そこは約束、できるものではないので、練習が終わってから、決めたいというふうに思っています。で、明日は編成最後の、日本代表の試合ということで、まずは日本サッカー界が平成だけでなかったものではないということ、平成での日本サッカー界では日本代表が非常にレベルを上げて、世界の中でも本当に急成長した、国だというふうに思っています。その成長につなげてくれたのは、前の、昭和、その前からサッカー、日本のサッカーが、始まった時から、尽力されてくれた方々、日本サッカー協会、日本サッカーに、多くの方の、ご尽力があったから、今があるというふうに思いますし、平成での、日本サッカーの成長があったというふうに思います。まずは、サッカーに携わった方々、サッカー関係者だけではなく、このられるメディアの皆さんや、我々支援を応援してくださって、環境づくりをしてくださった皆さん、そして、皆さん、環境界をはじめとする、サッカーの、環境と、どうやったら、世界に追いつけ追い越せる、日本サッカーにできるかということを考えてきた、方々の尽力があると思いますので、その方々の、これまでの、サポート尽力にまずは敬意を払いたいというふうに思っています。ありがとうございます。我々はそういう先輩方の先人の方の、やってきたことをやってきてくれたことを、今の、時代で今の環境の中で
少しでも良くしていくこと、そして未来に向けて、つないでいけるように、さらなる発展につないでいけるように、今という時を本当に頑張っていかなければいけないというふうに思っています。そこには、結果にこだわり、を持ってやることと、日本代表の、勝利と、日本のサッカーの発展ということを常に考えながら、私自身、仕事していきたいと思いますし、また、次の人たちにつないでいけるような仕事をしたいというふうに思っています。そうですね、おっしゃられる通り、私が A 代表の監督に就任して、初めての得点で終わった試合でした。改善点で言えば、これは無得点で終わったりとか、あるいは得点が入ったりしても、相手がスコアを上回って、という判定になった場合には、決定力というところが上がってくるというのは、どんどんダブリングもありますけど、でもやはり、この話は私も16本、打っているというふうに思いますし、そういうところでは選手に攻撃が上げるということと、選手がシュートを打つシューターの周りにもパスコースを作って走る、オフザボールで、走る選手の存在が必要だということ で、シュートを打つ選手にもその状況が見えていて、かつ自分が打った方がいい選択、思い切って打った方がいいと思った時にはシュートを積極的に打ってほしいということは、確実に決めるということは選手には話しました。ただ一番強調していたのはやはりボールに向かって、行く姿勢というものは、直近の試合のコロンビア戦でも選手は非常にアグレッシブに、ボールに向かうというプレーをしてくれたと思いますし、なかなか中央は崩せなかったですけど、中央を崩すプレーというとミドルシュートを、で果敢に狙うと、いうところはそこは大切にしていきたいところだと思いますので、選手にも、1回のミスで、ダメであれば2回目のチャンスを作る、チャンスを作るということ、2回目はダメだったら3回目のチャンスを作るという、そういう前向きな、トライをしてほしいというふうに感じました。そうですね、コンセプトとして浸透という点ではどこまで浸透しているかわからないですけど、シュートを打つことはまずは入りというかチームの、成長の部分ではまずは必要なことかなというふうに思ってますし、で状況としてシュートを打った選手に確実に目をつぶせるシュートが出ないという選手を取っている選手には、やはり、ちょっと極論ですけど、そちらに、パスして、より確実にゴールを決めるということ、自分が決めるということは常に持ってほしいということは、言ってますし、ただ、自分が決めると、チームの誰が決めてもいい。その先にも勝利があるということは、選手たちには考えてほしいと思います。コンセプトを進化してるかどうか、そういうところは、これまでの、映像の部分で、試合を確認しながら、期待しましたし、前回のコロンビア戦でも、思い当たるシーンは、いろんなことが分かった上で、選手が確認しているので、それは良かったのか悪かったのか、結果的なものなので、両方考えるようにしている。そうですね、トップ下と言えるのは、まずは得点を奪うプレーをしてほしいと思いますし、得点に絡むプレーをしてほしいと思います。
そして、我々は基本的にはマイボールを大切に、攻撃しようということを言ってますので、選手にもコンセプトとして伝えてますので、前線にしておりまして、いろいろ相手の嫌がる、ところでボールを受けて、前線に乱球するチャンスにつなげるというプレーをしてほしいと思います。マイボールは大切にしてますけど、前回の試合でも速攻かなりできてたと思いますし、ポゼッションだけできればいいというのでは相手に決められてしまうと思いますし、でそこにはやはり、コロンビア戦の決めることはできなかったですけど、速攻、ボールを奪ってから速い戦もかなりできていたと思いますので、そういう速攻の手法も、できるというところをさらにやっていかなければいけないかなというふうに思っています。コロンビア戦に関しては、マンボールを大切にするとはいえ、前半は、相手のプレッシャーを外すことができていましたが、後半に入って、相手が圧力を呼びかけてくる、我々は少し運動量が落ちてくるという中で、相手のプレッシャーを回避できなかったところがあって、ボールロストする、また守備をしなければいけない、疲労疲弊するということで、これをしまったところが、流れをしまったところがあると思います。そこで、やはり、前半のように攻撃の守備も運転して、ごく長い時間保って、我々が仕掛けれるようにサッカーができたと思います。南野と南野をアウトプットしたという部分では、大柄のポストプレイヤータイプではないですけど、ボールを地上戦でグラウンダーで投げば、いい選手、そうでない選手っていうのは関係ないというふうに思ってますし、そういった意味で我々がもう一回、時間帯ボールがつなげなくなってたの で前半は武蔵が、パワークなボール、縦に入ったボールを、収めてくれる、あるいはそこでバトルしてくれて、セカンドボールが切れる状態になってましたが、そこがなかなかできなくなった、状況で、よりアバウトに前線に当てるのではなくて、つないで、アウトプットしていく流れを引き寄せるということが必要でないのかなというふうに思い、カバーを、下に入れて、アウトを受けることができる選手と、南野も足元にも抜けますし、帰りも抜けるということができるので、それを無事にしました。あとは、勝利を目指す中で、若い、中島、南野、堂安に、これまで連合の経験をしてきている、カバーが入ることによって、短い時間でしたけど、共有できるイメージを、持ってもらい、その試合を受けるようなひっくり返しの場合に、ひっくり返すということをやってもらえる、その先には、共有することがまた次の未来に生きているのではないかなというふうに思って、気がしました。そうですね、私も韓国から、ボリビアの試合がありましたけど、我々も、ボリビア戦での戦いに戻って参考になる試合だったかなというふうに思っています。基本的にボリビアの戦術は、やはり南米の中で、予選を勝ち抜いていったり、ここがアメリカで勝っていくということを考えたときに、ブラジルやアルゼンチンやコロンビアの強国になると思うんですけど、そういう
さんでいる中での強国にどうやってかっていくというしっかり守備を固めて、カウンターアタックを仕掛けていくということは彼らの戦いの基本ですから、カップを仕込んでてビッグチャンスもいっぱい、ありましたけど、やはり試合終盤まで、2失点で続けていっているところはそういう戦いになるといいんだろうなという、ボリビアの粘り強い守備というものは、チームとして、コンセプトで、やり続けているのかなというふうに思っています。そこからカウンターではやはり鋭い攻撃は仕掛けていましたし、チームとしてのコンセプトは、表現されていた試合だなと、非常に強いチームだなというふうに思ってました。徹底することはなかなかできないんでしょうけど、あれだけ、韓国戦でもされている中で徹底しながら我慢しながら、戦えるという強いチームだなというふうに思いました。で、韓国戦じゃない試合も、見ましたけど、相手の方が、多少攻撃に手詰まりになったりとか、なんとなくディフェンスラインでパスを回しているとき、力関係が攻撃に仕掛けれる展開になると思ったので、やはり彼は賢いので、攻撃で相手を崩していく、ボールに入れながら崩していくことも、状況によってはやっているチームなので、明日の試合、ボリビアは韓国に向けているので、どういう戦いをしてくるのか、我々も、アグレッシブに戦いながらも、相手の出方を上回っていける試合を勉強を練に、最後に持ってやっていただければと思います。それでいつもありがとうございます。試合前に非公開の練習で、キリンチャレンジカップの時は、皆さんがお見せしてもいいと思ってるんですけど、隠すつもりはないんですけど、より選手に集中してトレーニングしてもらいたいという思いがあるので、